ふくらはぎを細くしたい人におすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くするストレッチの方法を紹介します。ふくらはぎなんですけども、細くするためには絶対にストレッチをしなければいけません。でストレッチでもですね、しっかりつま先を上げてストレッチをしないといけないんですけども、よく皆さんね、前屈はしてるよっていう人結構多いんですけども、前屈ではですね、実はふくらはぎが伸びません。というのも、前屈をするのは足首と足がですね、90度よりもちょっと角度が悪くなります。なので、これで伸びるのはハムストリングになります。ふくらはぎを伸ばす方法なんですけども、まずですね、プッシュアップの状態になってですね、片足を反対の足に乗せます。で、お尻を上げて、かかとを床につける感じで体重を乗せます。グッとグッグッと乗せます。反対も一緒です。足を重りとして乗してですね、上に乗してる足で向こうに蹴る感じでですね、かかとに体重を乗せます。グッと、こういう感じでふくらはぎを伸ばしていきます。で、人によってはですね、伸びる位置が違いますから、腰を上げて伸ばすとか、腰を下げて伸ばすとか、いろんな方法で伸ばしてください。できるだけですね、床と足首の角度ができるだけ床に水平ぐらいになる気持ちでですね、こういう感じで伸ばしてください。90度の位置は、これが90度の位置ですから、これよりも角度をぐっとね、45度ぐらい角度がつけれるとふくらはぎが細くなります。例えば前屈でもしやるとしたら、つま先をしっかり上げて、これが90度ですから、つま先をしっかり上げて伸ばすっていうのは、ふくらはぎが伸びます。前屈は角度が悪いので、これじゃダメです。これをですね、お風呂上がりにこういう感じで左右20回ずつやってください。ふくらはぎのストレッチはね、とっても簡単なので、毎日でもね、やってもらえたらと思います。で、ふくらはぎも立ってるだけ、座ってるだけでもふくらはぎが大きくなる人はもちろんいますから、必ずね、ストレッチをしてください。で、ストレッチとマッサージ、どっちがいいですかって言われると、確実にストレッチです。マッサージはですね、筋肉の長さのままでほぐれるだけで、筋肉を伸ばすことにはなりませんから、しっかりふくらはぎがね、細くするためにはストレッチで筋肉を伸ばす。そうしてくると、ふくらはぎがですね、立ってる時とかはふくらはぎがポコッとならなくなってきますから、ぜひ今のストレッチをしてもらえたらと思います。よかったらグッドボタンやコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。